ます。いいのかな。はい。これ下げてて大丈夫？はい。いますね。あんなもんパンティーと布が違うぐらいのもんで、もう下着っすよ。下着っすよね。沖縄もパフォーマーの方ってたくさん。あれ健子？健子さん出んの？健子さん MC でいつもやってもらってます。あ、そうなんですか。はい、健子さんも長いですもんね。30秒前でつながりあるんで。あ、元々も一緒に飲んでましたよ。あ、本当ですか。はい、なってやってるみたいですね。嫌だな。今はちょっと知らない人が多いかも。そうですね。あとは自分よりも下なの年代なので、30歳。メールあげるの必死。10秒前だな。あ、そう。4、3、2、1。トマーク。今日何日？797、水切り反応するじゃん。797アットマーク fmgino1.com って。これがあるの？お願い。あ、Q シート、あ、よし、ゆきさんだ。あ、ほんとだ。Q シート下の方にある。OK です。投稿していいのこれ。うん。投稿していいの？うん、写真も。あ、OK です。これとこどっちがいい？どっちがいいって。あれ？どれだろう？一番下かな。はい、今日何日？今日22です。22、 OK、 いきますよ。はいはい。 FM 機能を聞きの皆さん、こんにちは。今日は8月22日月曜日、サザンブリーズのお時間です。こちらトロピカルビーチより、サテライトスタジオで生放送をお送りしております。皆さんぜひ売店の方で遊びに来てください。今日はですね、なんと、お相手は私早見と、いつもパートナーで一緒にやってます林泉ちゃんがですね、いないんですよ。どこに行ったんでしょうね。どこに行ったんだろう。中国、台湾、どこか外国へ旅行ってことで、今日はヘルプとしてゲストを迎えております。では紹介しましょう。はい、どうも皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。ラジオパーソナリティ、イラミの正規です。よろしくお願いいたします。よろしく、イエーイ。正規さん、昨日ぶりですね。また昨日ぶり、そうですね。私たちはどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日の話も振り返りながらやるわけですか。そうなんだよ、裏側でさ、どういうことあったかとかさ。あなた、それより骨大丈夫ですか？昨日ね、まだ折れてますよね。まだ一応折れてるんですけど、皆さん信じてないんですよね。何がですか？私が骨折してること。あーでしょうね。あなたの昨日の動きっぷりを見たら、とても足が折れてる人とは思えないような気がしますけれども、まあまあいいでしょう。はい、まあまあまあ、じゃあ今日もさ、はい、その話をしながら、はい、いろいろね、テーマを交えて、また、素敵なゲストも来てますので、そうですね、はい、後ほど紹介したいと思います。では今日のテーマを発表したいと思います。いいですか？どうぞ。今日のテーマは、時間間違ったらどうやって過ごすかですね。はい、うん、なんでこのテーマにしたかと言いますと、一緒にいる正規さんが間違ったんだよね。そうなんですよ、今日3時から放送ですよね。そうだよ、3時だよ。13時に来たんですよ。まあ1時ですわ。あのさ、13時と15時って間違えない？間違え、だからそういう話してるから、それで俺早く来たって話してる。だからな、ちょっとな、まあ、こちらのミスではあるんですけれども、はいはい、まあそういうこともあるのかなと。なるほど。皆さんどうなのかなというのをちょっと伺いながらやっていきたいななんつって思ってるわけです。今日じゃあ間違ったってことで、はい、2時間ぐらいあるさ、ありますね、それをどんな風に過ごしたかっていうのをね。あー、そうですね、うん、気になるとこなんですけど、あのずっとスーパーうろうろしてずっと怪しいわ、怖いわ。だって暑いんだもん、そこ。暑いもんね。なかなかクーラー効いてさ、ゆっくりできるところないんですよ。そうなんだよね。ほら、せいちさん、はい、ビキニの方が、かわいい女の子たちが。ありがとうございます。こんにちは。暑いですね。何ですか今の、ありがとうございます。何ですか、ありがとうございます。お礼は言うに越したことないですよ。
まあいいことなんですけど、はい、昨日もですね、はい、正規さんと一緒にさイベントの司会したじゃない。あ、そうですね。正規ちゃんさ、正規ちゃんっていうさ、正規ちゃんさ、ちょちょ女の子ばっかり見てたよね。うん、見てました。いや、そりゃそうでしょ。お祭りなんてさ、そんなもんですよ。まあそうなんだけど、まあ昨日はね、うんうん、茶壇公園陸上競技場で行われました、はいはいはい、第51回沖縄青年ふるさとエイサー祭り、はい、こちらの司会をね、うん、まあ私と早見さんで2人で会ったわけなんですけど、はいはい、まあすごい人来てたね。そうですね、人がいっぱいで、うん、ちょっとびっくりしちゃったね。びっくりしたな。あんなに会場いっぱい入るのっていうぐらい、ぐらいね、うん、ただ昼は暑かったね。暑かった。もうこれはさ、ね、4時って結構暑い時間さ。暑いな。もう出だしからお二人汗だくになって、もう何喋っていいか分からなくなるね。あなた開始20分で化粧相当崩れてましたから、ね、あまり触れませんでしたけれど。いやいや、まあ、遠いから分からないだろうなっつって。まあまあ、自分もさ後で鏡見てびっくりしてさ、うん、これはやばいと。汗が出すぎて、だから塩分補充、はいはい、してましたね。塩分補給ですかね。補給してましたね。あ、塩分チャージね。めっちゃ食ってたよな。あなた途中で塩分が溢れすぎて頭痛いみたいなこと言ってた。そんなに補充する必要あるかなって俺思いながら。ただよく考えたら、うんうん、僕隣で足の骨折れた、はいはい、化粧崩れた、塩分マンデル女と二人で司会してたわけですから。そうなんですよ。まあそういった意味では貴重な体験させていただいたなとは思ってますけれども、うん、ね、はい、お疲れ様でした。いえいえ、こちらこそ。非常に、素晴らしい祭りでした。はい、またこの話もさ、はい、後からちょこちょこしながら、そうですね、テーマを交えてやっていきたいと思います、はい、では、ツイキャス結構来てますよ、エコザイルさん、ハロハローって。こんにちは。ハロハロー。イミチョウさん、あれ正規っぽい人がいる。昨日のせいじゃないの。 また登場しました。アッキーさんも来てますね、ルドドルルフ2006でし、はい、はい、さあ早見さん、正規さん、あれ泉はって。そう、泉さん今旅行中なんですよ、いない人は、はい、結構言えるのかる文句。泉はね、言っていいよ今のうち、言いたいこと。お亡くなりになる。いやいやいや、まだですね。早いです。若いですよ、あの子も。そうなんです、今旅行行っててさ、さっきさプール入ったよって言ってシャメ来たわけ。どう思う、はい、あ、うん、もう仕事サボって海外旅行行って、はいはい、そうなんですよ、プールで遊んでると。そうなんですよ、どうしましょう。なんか しないといけない。ちょっと思いつかなくて本当に恥ずかしい限りですけど、はい、まあ帰ってきたらね。そうですね、結構いじりまくりましょう。怒ってもらいましょう。はいはい、ね、はい、みっちゃんおじさん昨日来てくれてましたね。あ、そうですね、ありがとうございます。早見、普通に歩いてたねって。だからよ、ね、まあ本当にあなた足折れてるんかっていう話が若干気になってますけど、ね、いやいや本当に、あ、折れてますよ。あ、そのたんさんも来てますよ。あ、こんにちは、関ちゃん。はい、じゃあなんか今日ちゃん付けで呼ばれること多いですけど。はい、ガチマヤさんとかね、はい、いろいろ皆さん来てますので、アッキーさんがね、はい、早見と関の漫才最高でしたってことで。漫才したつもりない。漫才ではないよ。あの MC だよ ね、 そうね、ちゃんとした真面目なイベントの司会をしたんですよね。うん、まあ楽しんでいただけた。そうですね、よかったよかった。はい、はい、では、こんな感じでね進めていきたいと思います。では FM 機能1ではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信も行っております。 FM 機能1のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。それではここでオープニングナンバーいきましょうか。今日はどういった曲でしょうか。タマさんにレポートしたいと思います。今日曲は何でしょうか。今日はじゃあ、 あのオープニングナンバーは喋らすんかい。びっくりですよね、いつもなんかマイク向けられるんですけど、ピンクのソーフォアトです。うー、はい、いいね。なんじゃそりゃ。曲明け、じゃあジュジュさん紹介するか。あ、そうですね、はいはい、次天気なんですけど。あ、天気かい。天気して、流れよく分かってないですよ、ね、です初めてなんで。と交通情報、関さん言える？言えない。あ、言えない。私もやることないけど、混んでるとか言えばいいんじゃないですか。混んでるとか言えばいいんじゃないですか。あ、言えばいいんですよね。カーソルを向けたら出てくるんですよね。はい。うん、なんか交通情報の見方よくわからんな。なんでこれ。この棒、何なの？あ、棒じゃないわ、何ね。あ、これ、あ、高速？高速、これは。あー、はいはい。じゃあ、たまにお願い
そうだね。そうだねって普通に安定の安定だよね。いや天気と交通情報は適当はダメだよね。ちゃんとやった方がいいんだな。まあね、いつも適当だけどダメですよ。でもあの台風来てるんで天気は。ああそうですね。どんななってるんでしょうか。一応週末ぐらいにかけて。週末にすぐなってます。なるほど。今はちょっと停滞してるみたいですね。なんかね、内地から来るってことはめったにないさ。ああ今度ね、なんか上から降りてきてるよね。珍しいと思う。これは天気情報士の正規さんから見るとどうなんでしょう。情報士ではないし言われたことないし。あそうなんです。珍しいと思いますね。迷惑だよね。でもね、そうなんですよね。お隣の方、お名前何でしょうか。すいません。 JJ で。 JJ さん、はい。JJ さんはどちらこの左、後ろの左上ですね。あ、これですね。あ、はい、ありがとうございます。 MC をしてるんですか。パフォーマンスと、このイベントの主催なので、あ、そうなんですね。一応司会、MC もやりながらって感じですかね、はい、なるほど、うん、面白そう。なんだろう、ね、気になるのがある。なんか、ね、気になる人いっぱいいるよな。個性がちょっと強めなやつ。強いっすよね。強めなやつらが集まっていて。エイケル・ジャクソンもちょっと気になるし。この方、女性の方ですよね。あ、そうなんですか。言いましたよ、この間。あ、そうですか。そうなんだ。ルイダの酒場。名前もまた何なんだって感じ。確かに気になる名前だ。この後 CM どうします。天気と交通情報行ってから行こうかな。はい。ビーチが目の前だとチラ見ではないですねって。もう回ってる回ってる。おすげえすか。こうやって回すんすか。やべえ。あ、なんかちょっと夢見たらやらしい。やらしい。よく言われる。言われる。合ってた合ってた今。合ってた。よかった。なんかすごい。上手でしょ。いいよいいよ。なんだそれ。いいよいいよ。いや上手だよ。今のは上手だよ。時刻は3時11分を回っております。この時間はお天気情報と交通情報をお伝えしたいと思います。まずは天気情報からです。正規さん、はい。台風がトリプル台風が来てるみたいなんですけど。なんかそうですね、発生してるみたいだけど、関東の方にも、はい、向かっているようですけれども、はい、沖縄にもね。そうなんですよね。なんていうんですか、 U ターン。そう、逆走してるって。ちょっと向かってるみたいですね。正規みたいですね、逆走してるって、うん、ちょっと何言ってるか分かんないですけど。そうですね、はい、何がそうですねなのか分かりませんけれども、早くあなた進めなさい。そうですね。はい、ではお天気伝えたいと思います。沖縄地方は高気圧に晴れて概ね晴れていますが、にわか雨のところがあります。一方台風第10号が日本の南で、ほとんど停滞しているとのことです。今は、台風が止まってるってことなので、はい、予定では水曜日くらいに来る予定だったみたいなんですけども、うんうん、ちょっと長引いて週末頃にかけてくるとのことです。で、本日の本島中南部の天気は、晴れ、ところにより夕方まで雨で、雷を伴い激しく降るとのことです。伝わりましたか。ちょっとゲストさん笑ってますけど大丈夫ですかね。なんで俺が叩かれてるのかよくわからないです。当たってると思って確認する。大丈夫です。あ、よかったです。降水確率もこの後深夜12時まで、10% から 30% となっております。日中の最高気温が33度。暑いよ、正規さん。暑いね。昨日32度だったっていう情報だったけども、昨日は32度の、発表したけれども、あの日は外に出てると体感温度では35度ぐらいいってたんじゃないですか。そうね、だいぶ暑いからね、うん、あの日差しはね、はい、痛いぐらいの眩しくて、うんうん、
やばかったな、目が開かなくて。2人写真面白かったね。誰も目開けてなかったそんぐらいギラギラ眩しかったですね。風がですね、北西の風、波の高さが2メートル、うねりを伴うとのことです。はい、ではて、あの台風もですね気になるので、この後この続き、引き続き台風情報にも注目していきたいと思います。続いて、道路交通情報をお伝えいたします。それでは玉木さん、よろしくお願いします。降るんかい。やっぱり降るんか。まあいいか。はい、それではお天気、道路交通、あ、お天気は終わったので道路交通情報に行きます。ですね、まず沖縄自動車道なんですけれども、沖縄道上り西原インターチェンジから西原ジャンクションにかけて、うん、工事が行われております。はい、お気をつけください。さらにその 上ですね、沖縄道下り、こちらは龍大バスステーション付近ですかね、はい、あ、中城パーキングエリア付近ですね、失礼いたしました。沖縄道下り中城パーキングエリア付近で工事が行われています。気をつけください。続いてじゃあ一般道に参ります。少々お待ちください。一般道もね、そろそろもうお盆休みも終わりましたし、はい、うん、お盆は結構混んでましたかね。混んでました。お盆は混んでたんですけどね。ただいま結構道が空いてるようなんですけれども、ね、うん、国道58号線北行き、ぐすくま交差点付近で一部渋滞が発生しております。他はですね、特に目立った渋滞が見られません。330も、ね、普段混んでる、うん、県道34号線、ね、王者長猫ら辺も、はい、今は目立った渋滞は見られません。はい、はい、以上道路交通情報をお伝えしました。お返しします。すみません、玉木さんありがとうございました。すみません、本当に申し訳ないですね。あなた人に喋らせて自分はお茶を飲むという恐ろしい行動を見せましたけど、いやいや、まあ分かりやすかったですね。伝わりましたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱり昨日喋ってると喉に行きますね。まあ結構喋ったよね。結構喋り、ね、りましたね。声張るように喋ったので。はいはい、そうですね。すごい、今日声聞き取りにくいとこもあると思いますけど、正規さんカバーよろしくお願いしますね。はい、はい、では、今日のテーマは時間を間違ったら皆さんどう過ごしますかっていうことでメッセージ募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com です。それではここで一旦 CM をお聞きください。こんな感じなんだね。はい、これまだまともだよ。いつもまともよ。まとも、友な基準がよく分からなくなってきましたけども。正規さんから、はい、横から見たハーフの顔でかっこいいなって。ありがとうございます。今度おごります。はい、正規さんじゃないよ。正規さん横から見た、あ、そうなんだ。俺やし。俺もちょっとはず、いや、俺の恥ずかしさ返せましたね。なんだわ。ひでえ。ちょちょ、なんか よく分かんないこと言い出して。違う違う、JJ さんなら分かる。 JJ さんならストレートに青っぽいなつは分かるけど。まさかのね、びっくりする。ごめんね、正規さん。では、手前に座ってるイケメンは、お、来た来た、失恋レストランって歌を歌ってた清水健太郎さんかなって。誰？非常に突っ込みづらい。本当にいるようですけど。そうですってよ。健太郎って歌だよな。違う？清水翔太ならわかるけど、翔太だ。健太郎はちょっとわかんない。みちゃんさん誰ですか？健太郎さん。あら、綺麗なお姉さんが、あ、見てますね。ジェジェさん、ジェジェさんも見てますね。え、見えないですよ。あ、見えないですね。うん、嘘かい。嘘や、下の。あんなに白白見るとは。シェマケアじゃあ、ジェジェさんご紹介してという。そうですね。ジェジェさんはもう気になることいっぱいですね。うん、はい。気分聞きなさい。聞きたいな。15秒です。はい。はい。あげました。あげた、あげた、うん、ありがとうございます。音が間違ってる。ギリギリだ。お、アリさん
刻は3時18分を回っております。それではここで、先ほどからツイキャスのコメントででもですね、イケメンさんが座ってるってことで盛り上がってるんですけども、うん、気になる方いっぱいいると思うのでここで紹介していきたいと思います。それでは、お名前の方よろしくお願いします。はい、バスケットボールパフォーマーの JJ です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやー来ましたね待ちましたもう最初からずっとみんなで喋ってるもんですから、はいはいはい、番組中も喋ってるんじゃないかと思って、そうですね、やっと声出しということでお願いします。ツイキャスなんかの、ね、カメラではそうなんですよ、随分前から、はい、誰なんだこの人ってちょっと盛り上がってましたけれど、ようこそ、そうようこそね、はい、JJ さんといえばですよ、はい、何でしょうか、もう今、うん、沖縄の巷を賑わしてるパフォーマーの方なんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、今日はいろいろイベントの告知なんかも合わせて、そうです、はい、よろしくお願いします。お願いしたいと思います。はい、ゲストの関さんが結構、はい、ゲストの僕が回してるよくわからない状況になってますけれども、それもまた面白いあれですね、はい、ではお願いします。はい、はい、俺にかい俺がやっぱ結局俺やるわけあ、いいですけれども、そうですね、はい、さあ、ジェジェさん、FM 技能案の登場は2回目ですね。あ、そうですか。はい、あの羽衣祭りの時に、はい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 、はい、あの琉球ストリートサーカスってチームでパフォーマンスをさせてもらったんですけれど、はい、その出演の前にちょっとだけ、はい、あのお話させてもらって、はい、あ、そうですか、はい、2回目です。あ、ようこそですね、はい、羽衣祭りも盛り上がりましたからね、うん、今回は1日順延になったんだよね。そうなんですよ、はいはい、先週の日曜日に終えたばかりで、うん、その日曜日に出たんですか。自分土曜日ですね。土曜日で、はい、なのでちょっと雨も降ってたんで、はいはい、あのステージのコンディション悪かったんですけれど、どうにかのパフォーマンスやることができたのでよかったですね。はい、やっぱ天気悪いとパフォーマーの方ってもういろいろ準備だったり、そうですね、なんてコンディションだったりいうのがあるのかなと思ったりしますけれども、さあ JJ さん、はい、早速なんですけれども、はいはい、今日あのイベント、はい、情報があるということで少しだけお話を伺っていきたいんですけれども、はい、9月9日金曜日なんですけれども、はい、夜の8時からですね、那覇市久米のライブハウストップノートにて、はい、ルイーダの酒場ボリューム4というイベントを開催します。はい、はい、で、ありがとうございます。で、このイベントですね、パフォーマンス、やっぱ沖縄県内にいっぱいパフォーマーがいる中で、はい、いろんなパフォーマーをみんなに知ってもらいたいということで、うんうん、このルイーダの酒場ではパフォーマンスをメインとした内容になっております。なるほど。で、パフォーマンスをね、見るだけだったら結構どこでもね、同じようなイベントあるんですけれど、はい、パフォーマンスを見て、そしてその出演したパフォーマーと交流をしようというところで、はい、このパフォーマンスを見る、そして交流するっていうこう2つのね、要素が組み合わさって、で、うん、一緒にこう楽しんで盛り上がって交流することによって沖縄のエンターテインメントを盛り上げていこうという内容になっております。はいはいはい、すごいです。最近ですね、はい、まあ、このルイーダの酒場もそうなんですけれども、うんうん、沖縄のイベントには、はい、パフォーマーの方がもう欠かせない存在に近年なってきてるなというのをちょっと感じるんですよ。うん、っていうのもやっぱりどこのイベントに行っても、はい、そのパフォーマーの方が会場をこう盛り上げてくれるっていう場面をよく目にするんですよね。はいはいはい、で、沖縄にはジェイジェイさんのパフォーマーの方ってやっぱり、まあ他と比べてというか、やっぱ多いんですか。多いですね。自分実は8年間関東に住んでた時期がございまして、はい、でその時にいろいろね、向こうのパフォーマーと交流をしてたんですね。はい、でちょうど5年前ぐらいに沖縄に帰ってきまして、で沖縄でこういろいろなパフォーマーとを出会って、はい、行くうちにやっぱり東京とも、まあ、比べられるぐらい、いっぱいパフォーマーいるなと、はいはい、でやっぱ面白いパフォーマーが多いですね。あ、そうですね、個性的な、はい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 、やっぱまあ、横のつながりというか、うん、パフォーマーさん同士ってこうやっぱり仲間、うん、仲がいいみたいな、そういうイメージちょっとあったりするんですけれども、はいはい、やっぱりその JJ さん そのバスケット、はい、まあ、JJ さんはその2007年のフリースタイルバスケの日本チャンピオンで、はい、いらっしゃるんですけれども、元といえばバスケの選手でもあるんですか。はい、そうです。昔はそのバスケットボールを、ね、選手でやってて、そういうことね。でそれをやっぱバスケットボールじゃね、はい、一番慣れないじゃないですか。なるほど。僕の、ね、この身長で、はい、ジャンプ力でだったら、ちなみに何センチでしょうか。ね、170センチです。あ、お、なるほど。それでもバスケの業界ではバスケではちっちゃい方になるんですね。でもさ、ちっちゃ
ちっちゃければちっちゃいなりに、なんかわざわがありますよね。わざぐわが、わざぐわはいっぱいありますね。わざぐわは、はい。あなたの質問ふわっとしてるんですよね。まあまあ伝わってるみたいですからいいですけど、わざぐわはいっぱいありますよ。はい。またから通るとか。またから通すね。通す。またから通る。トンネルですかねそれ。野球でいうトンネルってやつですかね。なるほど、すごいね、ゲストさんが困るという。あなたのせいじゃない。まあいろいろそのパフォーマンスの技もありながら、まあ JJ さんの場合はそのバスケットボールを使ったパフォーマンスをメインでされてるということですよね。よくあの昔ねバスケットボールでその JJ さんじゃないですけど、なんかボールを指で回してみたりとかなんかやろうとしたんですけど全然できない。あれ相当難しいんだぜ。さっきほどさ、あのボール回してたじゃないですか。私 CM 中にちょっと突っ込んだのが指がいやらしく見えるって言ったじゃないですか。そのことでイミッチャおじさんもコメントが来てて、ボールを回してかっこいいはずが、さっきの早見の発言で指がいやらしく見えちゃうってことで、すごいんですよ指の技が。あれは誰もできませんよ。しなやかで、あの速さっていうのは素晴らしいですね。初めてここでね近くに見たんですけども、あなた、ね、はい、あなた一応女性なんですから。そうなんですよね、女性から指がしなやかで速いですねって言われる。さあジェジェさん、それについてはどうでしょうか。いやいや、どうなんですかね。なんて言えばいいんですかね。そりゃ困るよや。ここしか見なくなるだろ、このJJさんのパフォーマンス見に行ったって。そこも見どころですよね、だけど。素晴らしいな。そうなんですよ。セブンさん、手前のイケメンさんは、はい、あのマイケル・ジョーダンですよねって。誰でしょうか、マイケル・ジョーダン。知らねえな。そこに驚くよや、俺。そっち嘘でしょ。マイケル・ジャクソンではなくて。すいませんね、この人今骨折れてるんでね。あ、そうなんですよ、すいません。頭の骨、ちょっと頭も打ったのかなって。いや、普段通りなんですけども。またまたイミチおじさんがですね、 JJ さん、はい、ぜひパフォーマンスのイベントの会場の MC でこの2人に仕事をください。なるほど。その2人会場を笑わせますせってことで。いいですね。いや、言ってももうこのルイーダの酒場はですね、JJ さんが MC でやっぱり立たれるということもありますから。はい、あと1人全然いいですよ。あと1人何か気になる、健子さんって方ですか。はい、そうですね、その方も何か歌われるか何か。この方は何なんですか。得体の知れない。JJさんもわからない。わかんないです。僕も説明ができません。何なんですかね。マジウケる。その以外にもなんか気になる方いっぱいいるんですけども。そうですね、まあ、JJさんのパフォーマンスはもちろん注目していただきたいんですけれども、JJ さん他にはどんな感じのパフォーマーが今回、登場されるんですか。そうですね、まずちょっと面白いのが、マイケル・ジャクソンのコピーダンサーということで、エイケル・ジャクソンっていう。エイケル・ジャクソン、名前からして気になって仕方ないんですけれども、エイケルって呼んでるんですけど、エイケル・ジャクソンがね、はいはい、あの出演してもらいます。あ、これもやっぱりマイケル・ジャクソンの、そうっす、そのダンス、ダンスとものを、もう衣装から全てなんかこうマイケルをリスペクトしすぎて、はい、うん、はい、もう完全コピーをやってくれますね。かっこいいですもんね、はい、マイケルのダンスは。そうです、はいはい、他にもなんか和太鼓なんか披露される方だったりとか、ね、はい、あとはまあスクラッチ DJ の方ですとか、はい、そうですね、でベリーダンス、ね、ベリーダンスですね、はいはいはい、はー、正規さんベリーダンス気になるんじゃないでしょうか。まあ、僕速攻しか見てない。ベリーダンスしか。やっぱりね、男性はさ、そういったところも注目しながら、うん、ね、パフォーマンスもやっぱりさ、男性の方もさ、見どころ満載じゃない、こういったボール回したり、ね、うん、やっぱりあの、うん、かっこいいからね、うんうんうん、特にこのスポーツ、ジェジェさんなんかがやられてるバスケットとか、例えばそのフットボール、サッカーのボールを使ったりとか、はいはいはい、まあ、男子だったら一度は手にしたことのあるようなものを使ったパフォーマンスっていうのは、ちょっとやっぱ興味があるよね。うんうん、なるほど、ね、うん、またさ、この下の方にも書いてあるバスケットボールで JJ さんと和太鼓、はい、そうです、でコラボしてまたなんかね、うん、ちょっと一つのショー、ね、はいはい、ショーケースをちょっと作ってみようかなということで、バスケかける和太鼓かけるちょっとシークレットっていう感じですかね、はい、これ気になるな。気になるよね。いや、バスケと和太鼓だけでもちょっとなかなかどういうつながりになるのかっていうのが、どうするんだ、なかなか見えてこないんだけども、ボールで叩くとかかな。
わかんないですけど、そこまでやるかな。違うか、まあどうだろうね、それか変わるとか。何が？あ、ジェジェさんが和太鼓やって、和太鼓やるとか、急にグダグダさんがバスケットボール急に、はい、途中で変わるとかね。まあ、それやらないそういった感じでも楽しみがいっぱいだなと思うんだけどさ、はい、あ、さあジェジェさん、今日のテーマが、はいはい、時間、何だったっけ、はい、時間間違った場合、はいはい、なんですけど早く来た時のことになるのかな、うん、まあ、まあ全体的に時間を間違った、ね、ということにしてますけど、はい、どうでしょう、なんかジェジェさんの中でこれ時間間違っちゃったなみたいなエピソードとかありますか、はい、そもそも僕時間間違わないですあ素晴らしい5分前行動ですからね基本ですからね、はいはいはい、基本です、はい、僕今日2時間前行動ですから素晴らしいです、ね、やっぱりあの、はい、パフォーマーイベントをされる方々っていうのは、うん、はいはい、やっぱ時間には結構やっぱりカチカチっとやらないと、ね、っていうのが、うん、だけど時間間違えたとするじゃないですか、はい、例えば30分早く、はいはいはい、来ちゃった、うん、でやっぱ僕だったら、はい、このバスケットボールのパフォーマンスを、まあ、どこでも練習できるんで、はい、空いてる時間使ってちょっとボール回しの練習したりとかをやって時間、まあ、潰すというか、はいはい、まあ、有効活用していくっていうのはやりますね。素晴らしい設計、うん、こんだけ回せるんだったらもう練習しなくていいと思ってるんだけどそういうわけでもないみたいな、ね、指がね、なんだった、うん、また言うんかい、ね、違う、なんだったって、なんで俺に言わそうとしてんのそれ自分で言えや、せめてまあいいですけど、ね、はい、それもうすごいな、なんかプロ意識っていうのかな、うん、そういったのが全然うちらと違かったりしない、だって会話向いてたんでしょなんで俺入れるの一緒にあなただったらまだ分かりますよ、そうだねと言えるけれど俺入れられて俺がそうだねって言えるかや、ショッピングしてたってことでね、まあ、うろうろしてましたよ、うん、発声練習とかしてきました、するかや、するかどういうやつやかでも昨日やってましたね昨日、はい、あ、やってたね、やっぱり始まる前に、まあそうですね、うんうん、口の体操をしたりとかね、はいはい、そういったのも大事だったりするんですけどもね、まあ、一応やりましたあ、というのも、はい、二日酔いすぎて来てるかなそれ自体もさ、一緒だけですごいよね、まあ、出なかったですけど前日に何か3時ぐらいまでとかね飲みましたね、飲んでたってことなんですけども、まあ、ジェジェさんもそうだと思いますけど、うん、お祝い事は何回やってもいいということで、はいはい、一人で前祝いやってたんですよなるほど、はい、したらもう本番がもう、ジェジェさんから見てそういったのは、僕パフォーマンスの前日に絶対飲まないです、あ、さすが見習わなければいけない確かにコンディション万全でやっぱり当日臨むっていうのが一つやっぱりあるわけですよねでもさ、昨日のあの仕上がりを見ると二、はい、日酔いの正規の方が良かったのかなとかさ、どういうことやね普段どんなんやこれいやいや、普段もちゃんと決まってはいるんだけども、はいはい、昨日もね、ちょっと気が入って、あの今日天気いいじゃないですか、はいはい、あのビーチに行くと、はい、まあ、僕も JJ さんなんかもそうですけど、はいはい、ビーチの、はい、ビーチにいらっしゃる、いらっしゃる、うん、まあ、特に水着をつけていらっしゃる方々、はいはい、ほっとけないんですよ、うん、それはそれ僕も入ってます入ってます入ってますしっかり入ってます、一緒ですか、一緒です、あ、ありますはい、はい、あの若い頃なんかはね、うん、よくその女の子の方々がいらっしゃったら、うん、こんにちは、あ、写真撮ってあげますよなんつって、うんうん、いうのを口実に近寄ってたんですけど、はいはいはい、うん、今日もいないかなって見てたら、はい、最近あれですね、自撮り棒なるもの、あ、そういうことねあの世にはびこっておりました、あれ捨てた方がいいな全然ノーチャンス、ノーチャンス自撮り棒持ってる人に写真撮りましょうかって言うわけにもいかないですそうだね困ったもんだなっつってね、そう、なるほど、 あれは便利ではあるんですけど、女子からすると、あ、そう、そういった苦情もあるんですね、男性から、ね、捨てた方がいいですねあと昔よく映画とかテレビとかで見てたんだけど、はい、よく日焼けしたいためにオイルを塗ってもらうとかさ、あ、男性がなんかの女性の背中とかでしょ、背中を塗るとか、それは JJ さんに聞いてみましょう、JJ さんそういったご経験はありますかね、あのご想像にあるな、なこりゃ絶対あるな、これ、はい、すいません口からは言えないけど、ご想像にあるな、 JJ さん自体もいい感じで焼けてらっしゃるもんですから、そうですね、はい、やっぱこれ何焼けなんですか、これ、うん、これは、はい、なんすかね、あのビーチやっぱ楽しいじゃないですか、はいはい、楽しいですよ、もちろん、はい、楽しいじゃないですか、はいはい、で練習したり、まあ、ビーチ眺めたり、はいはい、ねえ、はいはい、ね、そういうことに、なるほど、僕は JJ さんよりということ
そういう話ですかね。でもジェイさんはその例えば、まあ、このトロピカルビーチ、はい、まあ、あのいろんなスペースありますけれども、はい、こういったところで練習されたりもするんですか。は、練習は本当にあの見られたくないんですよ。あ、そうなんですか。もう地味にこうコソコソっとやりたいので、本当練習するときは誰もいないところで、隅っこで端っこで、まあ、集中したりっていうのがあるのかもしれないですね。そうですね。あとはやっぱこうできない技を練習するから、はい、必ずこうミスってる場面が多いんですよ、はい、あ、なるほどですね。結構ミスってんじゃんってなんか思われるのが嫌で、だから本番はもう完璧にできるけれど、はい、練習はやっぱミスが多いんで、そういう完璧なものを見せたいっていうのはやっぱあります。なるほどですね。でも J さんみたいな人がその、まあ、失敗しても、はい、例えば、はい、何やろうとしてんだろうなみたいなのはこれは見てみたいけどね、うんうんうん、このちょっと練習風景。そうだね、はいはい、いやー、すごいですね。ちょっとパフォーマーの方のちょっと裏側が聞けたような気がしますけれどもね、はい。そっか、では JJ さんのイベントの、はい、そうですね、もう何回ももう最後にも途中にもバンバン入れていきましょう、今日は。はい、はい、お願いします。はい、日時とか、会場とか詳しい内容ももう一度聞きたいなと思うんですけど。そうですね、はい、そうですね、はい、9月9日金曜日ですね、はい、夜8時からライブハウストップノート、はい、那覇市久米にありますね、はい、ライブハウストップノートでルイーナの酒場ボリューム4を開催いたします。はい、で Facebook のね、イベントページもございますので、ルイーナの酒場ボリューム4で、はい、検索していただければと思います。はい、で、いろんな方にねやっぱ来てほしいんですよ、はい、で小学生とかね家族連れも結構来てくれるので、うん、そういったファミリー層の方もね来やすいように、うん、小学生未満無料で入れて、しかもソフトドリンク飲み放題で、ね、あ、そうなんですか。無料で飲み放題、大丈夫ですか。やばいです。やばい。子供結構飲みますよね、純粋ね、遠慮してらんから子供だからね。で、そういったね小学生未満飲み無料とか、うん、あと一般の方でもねお酒飲めない方に対して、はいはい、そういうソフトドリンクコース、はい、ね、これ嬉しいな、ね、嬉しいよね、うん、飲まない人からすると。そうなんだよな、うんうん、なのでアルコールコースバーの3500円になってるんですけれども、はい、これも飲み放題で3500円。あー、いい。3時間飲み放題、嬉しいですね。ビールも居酒屋行ってもこんぐらいするもんな、うん、するする。でパフォーマンスも見れて、はい、まあ、お酒を飲みながらパフォーマンスを見ると、うん、で交流できるというところで3500円なんですけど、はい、ソフトドリンクコースが1000円オフの2500円で、はい、あー嬉しいな、入ることができます。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。これあれですね、小学校、はい、未満、はい、無料ということでした、うんうん、その子供たちに、はい、パフォーマンスをぜひ見てもらいたいですね、はい、そうですね、そうなんですよね。それ見てさ、なりたいっていう人がいると思うわけ、うん、いや絶対いるよ、うん、かっこいいもんな、まあ、その JJ さんのまたバスケットボールのプレーを見て、はい、その子供たちがまたやってみたいというような興味がまた湧いてくれればね、うんうんうん、素晴らしいことだと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではここで曲いきたいと思うんですけど、曲名は何でしょうか、タマさん。絶対自分で言わないなんか JJ さんにちょっと似てるかなっていう感じの、はい、ダルクアンシェルのドライバーズハイです。なんか怒られませんそれなんか俺がやばいみたいなすげえ。これについてはじゃあ曲分けに何か曲紹介を JJ さんからしていただいてやべえ、すごいな。でも怒られちゃう、ラルクファンに。でも結構子供たち来るんじゃないですか。これは中学生とか小学生でファミリー層も来たりするんですけど、やっぱ基本的に若い大人ですか、はい、が多いですね。絶対楽しいよ。これ例えば会場行ったら、はい、そのパフォーマーの人たちとも少し、あ、もう一緒にお酒飲んで、あ、マジっすか、うん、パフォーマンスは前半で終わるんで、後半はそのお酒飲みながら一緒に交流したり、あと飛び入りのコーナーがあるんで、そこが結構人気なんですよ。一発芸持ってる人とかがそこでなんか勝手にもうステージ使っちゃってとか、はいはい、でそれ見てもみんなで盛り上がってるみたいな楽しいです、ね、感じなので、すごい面白いです。それやっぱパフォーマーこれからやってみたいみたいな人たちもやっぱその飛び入りできたりとか、もう誰でも見てもらって誰でも OK なので、プロを目指してる子たちも出たりします。うん、すげえな。名前はずっと気になってたんですよね。そう、
はい。来週？あ、来週もいいの？大丈夫なの？大丈夫だ。来週、月曜日私いなくて、けんこさんも結構つながってるんじゃない？あ、ですね、実は1回ぐらいしか会ったことがあって、昔ラジオやってた前の時間帯がけんこさんだったんですよ。で、ちょ収録でやってたんですけど、はい、もうしょっちゅうちょっと時間やってたもんですから、ご挨拶はもうずいぶん昔ですけど、させていただいたんですけど、もうそれっきり会ったことなくて、今でももうスーパー元気ですね。スーパーですね。もう止まんないっす。芸人より面白いみたいな。長いですからね、本当に。すごいっすね。あ、そうなんだ。パワハあるんだな、やっぱり。ゆうじゅうさんはご出身？那覇っすね。あ、そうですか。はい、親が宮古、伊良部島なんですけど。自分もそうなんですよ。あ、そう。親父が佐賀まで。おお。おふくろは池間なんですか。はい。自分池間添ですね。あ、そうなんですか。そこに実家もあるんで。はい。じゃあもう、宮古生まれ。あ、CM で生まれと育ちはもう那覇市。あ、そうですね。はい。もう浦さんです。あ、そうですか。たまに宮古行くぐらいで。周りも宮古だらけじゃないですか。親戚。そうなんですよね。ここに親戚ほとんどいなくて。あ、だからもう。そう、日本語って感じですね。細い子がいる。意外といますよね。なんか多いですよね。へぇー。そう、都の人なんか出ていくんですかね。どんどんいろんなところに出ていく。精神が強いのかわかんないけど、いろんなところにいるな。意外と見たいでしょ、社長さん。起業したりとか、胸がプリュッとなって、ウエストがキュッてなってたり、尻がプリュッてなってるよね。ああ、理想だな。そうなんかな、見たいな。野心がある。出たがりですね。野心がある。出たがり精神。出たしたがり。めっちゃ悪い、悪い方向に。言い方ですね。目立ちたがりなんだ。裏瀬なんですね。はい。今度健吾さんとかと飲むときまた一緒に飲みましょう。はい。ぜひ。自分アメクの方に住んでるんで、国際高校のところに住んでるんで、すごい近いです。実は僕もですね、出身は浦添ですけど、住んでるところ塚田なんですよ。ねえ、新都心まで15分で行けるんです。えみちゃいさんが、正規さん都なって。そうです、あ、両親がね。あ、僕はもう生まれも育ちも今度から都府中で喋るかな。あ、いやいや、わからない。もう、あららがまサイガーさんも何言ってるか分かんないぐらい。ああ、そうなんだ。あららがまサイガーさんは、もう宮古。サイガーとか、そうだよね。JJ さんも宮古なんですか？親が宮古で。あ、へぇ、生まれも育ちも那覇市なんですけど、はいはい、親が宮古でたまに帰ってたりとか、あ、あっちにも、そうなんですね。家があって。はいはい。ちなみに名字は何ですか？中曽根です。あ、そうなんですね。普通ですね。おい、おい、なんやねん。あ、でも、あ、知り合いにいました。中曽根姓で宮古の方。おぉ。日の湾なんですけども。なんかやってる人ではなくて。なんかやってる、うん？なんかやってる？喋りとか。喋りとかやってないですね。うんうん。喋り、誰かいた？中曽根さん。那覇じゃ、那覇出身なんですか？そうそうそう、那覇、オロクの方で生まれ育って。あ、そうなんですか。オロク、バスケ有名でしたっけ？俺、高校からバスケをやって、こんなになったんですよ。はで、そこからバスケ始めたんで、それまでは中学とかはもう、ほんと遊び歩いてて。あ、そうなんですか。帰宅部ってやつ。へぇ、山学校って。あ、はいはい。俺もこうなんだからね。あ、そうなの？うん？あ、ちょっと小さいかな、声。あっち向いたり、こっち向いたりさ、あれか。あー、そう、あ、わりわり、助かる。あ、上がるわけ、これ。技能音上等だね。上げてもだな、そうかな。
中古で売ってるんですね、こういう業務用の。さあ時刻は3時43分を回っております。関さん、あっという間ですね。あっという間ですねおしゃべりがやっぱりゲストさんも素敵なゲストも来てるからさ、いろいろ聞きたくてあっという間なあの曲中とかの方が若干盛り上がったりしてるそういう時ってなんかあるよね。あるな, なんだろうな普通ってその曲の時とか CM の時って、うん、昨日もそうだったんだけど、うん、エイサーの時とかは、イベントね、イベントとかね、うん、普通は次のイベント紹介するために、うん、どういったこと喋るかとか、はいはいはい、準備するわな。準備するじゃん、うん、今の時でも、ね、でも違うんだよね。しない、しなかった、ね、うちはしなかったことで、あの状態ですもう等身の追いが流れて、うん、あ、次何喋るかみたいな感じになってたねまあある程度言うこと決まってたっていうのはあるからね。まあでもまあそれはあるにしても、なんかもうちょっと考えればよかったかもしれないな、うん、いやまあその考えないで、うん、あの2人で発言したのが面白かったのかなとか前向きまあいいことだと思いますけど前向きだ、かなり前向きですけれどあ、まあ、ハプニングもありながらさ、そうですね、楽しかったね。ねえ、面白かったけどね。どうですか、なんかああいうその、まあ、大きなイベントの司会なんつうのも、はいはい、まあ、経験できたんですけども、はいはいはい、もうちょっとあれやりたかったなみたいなの、うん、あ、もうちょっとあれやりたかった、うん、見せたかったみたいな。いやいやいや、だから そういうのもないないはなかったんですけど、ないないないですね、もっと青年会の人とちょっと会話もしたかったな、はい、あーそうね、面白そうな方いっぱいいたわけ。いたなー、の中でチョンダラとか特に、あーあのチョンダラにしてもやっぱりその青年会それぞれの色があって、はいはいはい、女性がやってるチョンダラもいたね。女性もまた可愛くて初めて見ましてね、女性、可愛かった、ね、そうなんですよね、うん、そうだな、うん、なんかそういったチョンダラーさんたちと絡みたかったり、もうちょっと絡んでもよかったかもしれんな、ね、まあ、あなたもチョンダラーみたいなメイクしてましたけど、こらこらいやいやいやちゃんと崩れてただけ、あれは崩れてただけ、びっくりはそれは失礼しました、はい、いやそんな感じでさ、はい、迫力あった、あんなに目の前で見れるってなかなかないさ。若干ね、あの、うん、舞台上から見るエイサーって、はい、うん、そのお客さんが正面だとしたら、ね、僕ら裏側から見るじゃないですか、はい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 、で意外とね裏側からこのエイサーをともと見る機会ってないんですよ。だからね、意外とちょっと MC 特権じゃないですけども、はいはいはい、なんかいいの見れたなっていう気がしますね。そうだね、はい、うーん、よかったよ。また来年もさ、うん、できるようにさ、そうですね、頑張ろうよ。いろいろちょっとまた、うん、じゃあ頑張って、はい、はい、お願いしますって、はい、PR 全開でしっかり打ち上げも参加してきた。そうですね、はいそれではここでメール紹介したいと思います、はい、アルファイングケインさんから来てます。どうも早見さん、泉さん、今日泉さん休みなので関さんと、はい、ゲストの方が来てますよ、スタッフの皆さん、はいさーい。そして昨日、青年ふるさとエイサー祭りお疲れ様でした。 ありがとうございます。かっこう可愛く決めてた浴衣姿の早見さんに会いたかったのに、まさかの大渋滞に巻き込まれた後の、観覧車前広場でのストリートライブで夢中になっていたアルファイングケインさんですそうなんですよ、昨日お友達が来ようとしたみたいなんですけど、す結構さ、このふるさとエイサー祭りいっぱいだったじゃないですか。いや人多かったですから ね、主催者側も思った以上にいっぱい来てたってことで、うん、言ってくれて嬉しかったね。それもね、びっくりしてた、うん、びっくりしてたね、なんでこんなに来るバーっていやいやいやいい意味ででしょ、いい意味でね、いい意味で、何で来るバーってだからもうすごい道も混んでたっていう情報が入ってましたよ。あ、そうですか、お会いしたかったです、うん、まあ僕のことには触れてないですけどねいやいや、だから今日は俺が来てるの分かんないからな。あ、そうですね、はい、ね、来て、あのメール来たのもですね、早く来てくれたので、うん、ありがたいですね。あ、そうですね、ありがとうございます、はい、ぜひまた次回、はい、はい、お願いします。予定よりも早く投稿したために今日のメールテーマが確認できなくて浮かばなかったので、なんて書いてある？手短に曲のリクエストのみでお願いしますと、はい、ってことなんですけども、ね、はい、曲がですね、こっちでは決まってて、来週、はい、来週じゃあリクエスト曲あったら持ってくるとのことです、バイト後にユーストか YouTube で確認するので、登録よろしくお願いしますってことで、玉木さんよろしくお願いします。
はい、では、では最後まで千葉利用ってことでアルファイングさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、アルファイングさん来てくれたみたいなんですけど、そうですね、なかなか会場まではたどり着かなかったってことで、いやいや、まあまあ随分ね、たくさんの方いらしていただいたんですけれど、うん、まあありがとうございます、はいはい、ありがとうございました、はい、では続いて俺かい交互なんですよ、佐さん、はい、あ、そうなんですか、はい、わ、はい、かりました。ご紹介したいと思います、はい、早見、はい、早見正規さん、ゲストさん、はい、サザンブリーズをお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。正規さん、はいはい、早見 MC、はいはい、お疲れ様でした。 ありがとうございました、正規さんのジンベエ姿似合ってたぜ、はい、早見も浴衣姿可愛かったので、はい、テーマに行くな、はい、ありがとうございます、今日のテーマ、時間間違えた時どうする、うん、俺はですね、もし時間間違えて 2時間ぐらいいい余裕があれば、近くにドンキとか大きな店があれば、ブラブラして時間潰しますね。以上だ。あ、関さん、はい、うん、13時と15時全然違うやんけ、うんうん、以上だ、うんうんうん、うるさいよや。早見関さん何整いました、時間とかけまして、はい、ハーブと解きます、はい、その心はどちらもタイムです、はい、ちょっと何言ってるか分からないですけど以上です、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、チャライ AKB ファンさんから来ました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。なんかよく分からなかったですね、ちょっと何言ってるか分からないですね、はい、タイムです、タイムですJJ さんはタイムに敏感ですね、やっぱり。何かよ、まあ、時間さっきな、そうそう、守るって言ってたからね、そうそう、そういう意味じゃないと思うけど、バスケのタイムもやっぱりあるじゃないですかそこつなげていったわけJJ さん、そういえばあのパフォーマンスの時間って、はい、どのぐらいの時間やるんですか、うん、自分は、ま、本当短い時は2分半とか、はい、あ、そのぐらいの短さもあるんですか、ギュッとこう、もうすごいもんだけもうガンガン見せて終わるっていうやり方もあれば、はいはいはい、あとはちょっと喋りながらお客を温めて、で、まあ、最後まですごいものを持っていくっていうような25分ぐらいの尺までできますね。あの、ちょっと、はい、ちょっと聞いていいですか、はいはい、お客さんが、はい、この JJ さんのパフォーマンスを見るためにこうまあ囲むじゃないですか、はいはいはい、で MC 入れてちょっと笑い取る方法を教えてもらいたい、うん、これリアル質問ですよね、僕取れたことないですよ笑いを取るこんなやったら盛り上がるぜみたいなのないですか。ああ、なるほど。例えばもう、まあ、拍手みたいなのをベタに言ったりすることはあるんですけど、はい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 、まあ、でもそうですね、JJさんの場合はパフォーマンスがちょっと盛り上がるやつだからね。そうだよね、お笑いを取るっていうお笑いを狙って取りに行ったことはないので、あ、ないかただあれですね、外人さんがこう多い時には、はい、外人さんにこう You, Can you speak English? って言ったら結構笑います。外人に Can you speak English? って言うわけですか、うんうんうん、これもう片言で一回借りていいですか一回どころか絶対使うよね使う使う何回か来週使う、これ笑いますね、来週前頭ですか。あ、そうそう、前頭でもさ、やっぱり外人さん見に来たりとかするかもね。映像の時多いよね。多いね、まあ、特に沖縄市だしね。そうだね、うん、多いですからね。なるほど、 ありがとうございます、はい、ジェゼンさんは、はい、なんか体鍛えてたりとかするんですか。なんかいいね、バッチリとしてますよ。トレーニングもバスこのパフォーマンスの練習もやっぱ外見もパフォーマンスの一部なので、うん、あ、ね、そこも、ね、ストリートパフォーマーって出てきて、はい、デブだったりガリだったりしたら あれって思うじゃないですか。だからやっぱそのイメージを、ね、崩さないようにっていうのは、考えてます。でもやっぱりそのパフォーマンスをやるために体作りは、うん、まあ、プラスでやっぱりどうしても必要になってくるみたいなところはありますか、はいはいはい、そうですね、やっぱボール重いんですよ、はい、あバスケットボール重いんですよ本当はあのバスケットボール3つとか使うと重いんですよ。3つも使うことあるんですか。3つも使うんですか。3つまで使えるので、なので3つ一番最後に3つ持っていくので重いんですよね。体力的に体力もね最後になると、なので最後まで続くように体をやっぱり鍛えておかないと、うん、見せられないですね。はい、ですね。さあ、そんな JJ さんのですね、はい、パフォーマンス、はい、まあ、今一度ちょっとイベントの、はい、あ、はい、情報をお願いしたいと思います。はい、もう一度お願いします。はい、9月9日金曜日ですね、
夜8時から、はい、那覇市久米のライブハウストップノートにてトップノート、はい、うん、ルイーダの酒場ボリューム4というイベントを開催します、はい、でパフォーマンスメインでね、まあ、いろいろパフォーマーと交流しようということで、はい、パフォーマンスも見れるし交流もできるしっていうところで、うん、結構面白いイベントになってます、はいはい、Facebook ページもございますので、はい、ぜひチェックお願いいたします。はい、なんかね、フリーマイクの時間を用意してますので、うんうん、飛び入りパフォーマンスも大歓迎ってことなんですか。そうです、はい、もう誰でも誰でも、はい、じゃあもしパフォーマンス持ってる人は、うん、そこで披露とかもしていいんですね。はい、もう披露。早見さんどうですか。私何しようかな、骨折したから骨折してますねやめときましょうか。やめときましょう、はい、わかりました。今回は骨折してパフォーマンスと見るためだろ絶対にじゃなければ本当はダンスっていうのもできるんです私。お、そうなの。はい、じゃあ骨折ダンスってやつをありえないところが曲がるみたいなそういう話ですよ。怖さよや家でやってください、ね、今度治った時にじゃあ披露したいと思います、はい、さあ時間もあっという間であと2分ぐらいなんですけども。そうですね、はい、何か最後に聞きたいこととかあれば、はい、さあジェジェさんいかがでしたか。久しぶりの FM 機能ワンというか10秒でお願いします。じゃあ1分で、はい、いやもう楽しかったです本当に、うん、はい、でやっぱね、うん、こうやってあの はい、パフォーマーがどん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 こうメディアに出ることが大切だと思ってまして、はい、こういうラジオだったりテレビだったり、うん、そういうところにパフォーマーが当たり前に出れる世界を沖縄で作っていきたいなと思っているので、うん、もういつでも呼んでください。はい、ですね、ぜひぜひ。パフォーマーさんたちが作る番組とかあったらちょっと俺聞いてみたいな、はい、あ、いいかもしれないね。いろいろ裏の話だったりとか、はいはいはい、イベントの話なんか聞けるからな、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日のゲストはJJ シャン。最後にそれやっちゃうわけよ。最初から JJ さんってちょっと言いにくいんですよね。JJ、うんうん、さんって言いにくい。今言えてたよ、まあ。いいですけれども。はい、じゃあ、本日のゲスト、はいはい、パフォーマー JJ さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では今日実はゲストなんですね。正規さんもね。俺もゲストなんだよ。実はね、はい、本当に楽しくお話しさせていただいて、いえいえ、ありがとうございました。また来週泉さんが来れない場合も正規さんに頼むかもしれませんけど、 その時はまたよろしくお願いします。はい、そろそろ、サザンブリーズもこれまでとなりました。今日もたくさんメールリクエストありがとうございました。お相手は私早見とイラミナ正規と、はい、バスケットボールパフォーマー JJ でした。はい、また来週月曜日、よろしくお願いします。それではせーの、さようなら。言わない。さようなら。もう入ったセーブ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さようならっていうのがあるんですね。最後す僕も聞いてなかった。せーのって言われても、ええー、って言ってたらさようならです。バイバイ。じゃあ次回までにじゃあちょっと勉強して、はい、いやいやいや、ありがとうございます。ジェイさん、Facebook されたらもしよかったらぜひ申請させていただいてよろしいですか。よろしくお願いします。いやもうぜひぜひお願いします。時間大丈夫？あ、大丈夫。片付けのみの、これもう映ってるんですよね。まだ今映ってますよ。はい、では皆さんさようなら。あちらに手振っていただけるちょっと近寄ったら見えますので。あ、いいですね。あ、いいですね、いいですね。あ、いいですね、表情もいいですね。はい、9月9日金曜日トップノートですよね。そうっす。はいはいはい、皆さんよろしくお願い。さっきね、気になるって言って意味調理さんとかもぜひ見に行ったらね、楽しいんじゃないかなと思います、うん、よろしくお願いします。それではさようなら。